久保の無双が止まらない。現地も称賛が止まらない。ムンドデポルティーボ、バスクバンハ、この試合の MVP に選出。彼はラレアルの魔術師であり、心臓であり、その巨大な才能でもって試合に命を吹き込むものであると手放しで褒めたたえている。また、エル・デスマルケ・バスクバンも、2ゴールを奪い、ラレアルのチャンスすべてに直接絡んだとし、10点満点中10と最高評価を与えている。スペインメディア、エル・デスマルケ派、ラリーガでの日本人得点数に注目。彼はすでに乾を抜いてリーガ史上最多得点の日本人選手になった。データ会社、オプタによると、日本人選手が1試合にゴールを挙げるのは、2000年2月の上昇時し、2017年5月及び12月の乾貴史に次いで史上3人目だという。マルカ氏によると、このゴールによって、クラブの歴史を塗り替えたと報じた。実は久保の2ゴール目は、ホームのエスタディオアノエタでの記念すべき通算1000ゴール目だったという。久保化け物です。圧巻やったわ。久保派覚醒したかな。これで五輪の世代とかいう化け物。日本の至宝、世界よ、これが久保だ。久保プレイジソシエダ、7得点2失点、久保アウトソシエダ、0得点3失点。竹下がってからがやばかった。